せーの。もっさりしていってね。過去2回の動画衝撃を受けた曲シリーズが好評だにょん。いきなりどうしたの？っていうかシリーズになってたんだ。もう、同じ流れを2回やったらシリーズみたいなもんだにょん。確かにそうなんだけどね。まあ皆さんそれぞれだろうけど、過去に好きだった曲や、好きなジャンルの曲を掘り下げるというか、昔の曲の方が良かったりする部分もあるしね。レコードも見直されてるにょん。そうだね、古いものはダサいとか、かっこ悪いとか決めつけずに、特に若い方たちに聞いてほしいわね。過去がなければ今はないにょん。まあまたこのシリーズもやるつもりなので、楽しみに待っていてくださいね。ところで今回は何をやるにょんか？うん、その前にいつものやつを。よろしければチャンネル登録お願いいたします。高評価ボタンも良ければ押してほしいにょん。で、今回は提供曲で初めて取り上げる方なんだけど、ミュージシャンとしては少し異色な方ね。異色？気になるにょんね。では行きます。今回のテーマはこちら。です。宮崎駿かと思ったにょん。まあまあ、ヒゲのせいかな？小倉圭さんは何が異色にょんか？うん、知ってる方も多いと思うんだけど、小倉さんは東大卒のエリート銀行員でありながら、並行してミュージシャンもされていた方なんだよね。そんなことできるにょんか？すごいよね。普通の会社員でも大変なのに、エリート銀行員だから大変さは言わなくてもわかるよね。この間に留学やアメリカのメリル・リンチへ出向もされてるみたいだから、多忙じゃ済まないくらい大変だよね。その上頭取候補になるまで出世もしてたみたいだから、本当にすごいバイタリティと体力をお持ちの方なんだろうね。ありえないにょん。それでデビューのきっかけも異色なんだけど、寺山修司さんがやっていたラジオ番組で、称してよ、街に出よの人にょんね。うん、素人参加コーナーみたいなのがあって、そこで自作の歌を歌って、寺山さんに認められ、劇団天井桟敷のアルバムに、歌手として参加して、それを聴いたレコード会社の人に、スカウトされてデビューに繋がったみたい。なかなか濃い人とも繋がってるにょんね。小倉さん自身の話だけでもとても面白いので、よかったら調べてみてください。では提供曲に行っちゃいますね。まず1曲目は中村雅俊さんに提供した、俺たちの旅です。確かドラマの主題歌にょんね。うん、同名のドラマの主題歌もしくは挿入歌だね。ドラマは見たことないけどいい曲だにょんね。ドラマは中村さん演じるカースケ、グズロク、オメダの3人を中心とした青春群像劇だね。ドラマも面白いし小倉さんのセルフカバーも素晴らしいので、よかったら探してみてください。では2曲目に行きますね。2曲目は梅沢富美男さんに提供した、夢芝居です。富美男にも提供してたにょんね。うん、梅沢さんは最近はコメンテーターというかバラエティタレントというか、そんな感じの露出が多いけど、本業は舞台俳優なんだよね。なんで富美男が歌を歌ってるにょんか？うん、当時は売れている役者は歌を出す風潮があったんだよね。梅沢さん本人は歌いたくなくて、自身が好きな小倉圭さんが楽曲提供してくれるならと、多少無理っぽい要望を出したら、たまたまそのディレクターが小倉さんとつながりがある人で、小倉さんが了承して歌うことになったみたいだね。稽古不足を幕は待たない、恋はいつでも初舞台なんてしは、小倉さんのセンスが光ってると思うわ。富を得したにょんね。梅沢さんの歌唱も素晴らしいよ。とりあえずよかったら聴いてみてください。では最後の曲に行きますね。3曲目は布施明さんに提供した、シクラメンの香りです。
これはキラーチューンだにょんね。あんまりこの手の曲にキラーチューンって言葉は使わないけどね。本当に名曲だと思うし私も大好きな曲なんだけど。リリース前は作った小倉さんも提供を受けた布施さんも、あんまり気に入ってなかったみたいなんだよね。これだけの名曲の何が気に食わなかったにょんか？小倉さんは初め自分で歌おうと作成したけど、気に入らずお蔵入りにしたみたいだし。その後提供を受けた布施さんも、今さらこんな古めかしいフォークソングっぽい曲が売れるわけない、と感じたそうよ。ところが事務所の人の後押しでリリースしたらミリオンヒット。小倉さんも布施さんも信じられないって感じだったそうよ。まあ当時の時代背景とかいろんな要素があるにょんから、難しいにょんね。今聞くと時代とか関係なく、普遍性のある素晴らしい曲だと感じるんだけどね。まあいろんな方にもカバーされてる素晴らしい曲なのは間違いないので、聞いたことない方はぜひ聞いてみてください。というわけで3曲紹介が終わりました。小倉さんは他にもいろんな曲を提供されているので、よかったら調べてみてください。今回は以上となります。それでは、また見てねー。